金正日、金正日の市長選民主主義、人民共和国の第二大最高指導者であった金正日の死は2011年12月19日に北朝鮮の国営放送によって公表された。これにより17年間にわたる金正日体制は終焉を迎え、三男である金正恩が金正日と同じ労働者の称号が与えられ、後継者として北朝鮮の 第三大最高指導者に擁立されることとなった。北朝鮮の国営メディアによれば、2011年12月17日の午前8時半、金正日総書記は列車で、平壌の郊外へ、現地指導に向かう途中に死亡した。70歳遺没。翌18日に検視を行い、死因が、急性心筋梗塞であることが判明した。その背景として、 精神的、肉体的に大きな負担がかかっていたことも挙げられている。12月18日午前1時には国境警備隊に対し特別警備指示が通達されている。しかしこれらの説明には疑問も呈されており、12月20日に大韓民国国会で非公開で行われた情報委員会では死亡したとされる12月17日午前8時半には 列車は、ピョニアン市内にいたこと、十七日朝ではなく、前日の夜に、官邸で死去した可能性があることなどが、国家情報委員長の元よくにより明かされた。二千十一年十二月に、金正日は死亡直前に建設に力を注いでいた、広島水力発電所に、深刻な漏水が発生したとの報告や、金正恩と、官僚の虚偽による報告に激行し、 これが死亡につながったとの説が韓国メディアにより報じられている。このほか対応が遅かった、十分な設備や技術を持った医師が存在しなかったことが死につながったとの意見もある。2011年12月19日、朝鮮中央テレビは通常であれば午後5時より放送を開始するところを、この日は大幅に繰り上げ午前9時に放送を開始した。 午前10時、10時半、11時半の3回、朝鮮中央テレビに、朝鮮中央放送、平壌放送は同日正午に特別放送を行う、ことを予告した。番組内容は伏せられていた。北朝鮮で特別を冠した放送は、1972年の南北共同声明を伝える、特別放送、1994年の金日成。 国家主席死去を伝える特別放送2000年の南北首脳会談の開催を伝える特別重大放送の3例しかなく今回も重大なことが報じられるのではという予想が立てられていた12月19日正午に特別放送が開始され金正日が12月17日午前8時半に肉体的過労のため69歳で死去していたことと 戦術したような死亡の際の状況が明かされた。朝鮮中央放送の番組では、同局看板アナウンサーの立主義が、喪服姿で、涙ながらに、最大級の惨事を交えながら、金正日の死を伝えた。なお、特別放送の内容を確認するまで、日本政府も韓国政府も、金正日死亡の情報は、掴んでいなかったとされる。 12月18日には、日本の野田義彦首相と韓国の李明博大統領が、京都で会談を行ったが、後に、野田はその時点で死亡にまつわる動きを、両国とも把握していなかったことを、参議院予算委員会において認めている。12月20日には、国家情報委員長の元よ君、国防部長官の金広志が共に、韓国国会において、 特別放送を見て、金正日の死を知ったと証言しており、国内メディアから、国家情報院の存在意義を問う声が上がるなど、批判の対象となった。元プロレスラー、元参議院議員で、師匠、力道山ゆかりの地でもある北朝鮮にたびたび、渡っていたアントニオ猪木は、特別放送が流れる10分ほど前に、金正日死亡の方に接したと証言している。 また脱北者の知識人で作る NK 知識連帯は特別放送の予告に独自の分析を加え19日午前11時40分に近小日死亡を予見するとした記事をウェブサイトに掲載している。一方で中国当局が流行祭中北朝鮮大使の外交チャンネルによって死去当日の17日には把握していたと伝えられたが韓国当局は 事実ではないと否定している。また、中国政府自身も、特別放送による発表まで、金正日の死を把握していなかったことを関係国に、対して伝えており、指導層を除いて情報が伏せられていた可能性が、指摘されている。金州山太陽宮殿、金正日の遺体は12月20日、父と、同じく金州山太陽宮殿に安置され、 カーキ色の服を着せられ、上からは赤い布を覆いかぶせられたほか、周囲を赤白の花、キム・ジョン・イルファで飾られた状態でガラスの棺に入れられ公開された。遺体公開は死亡から78時間半後のことであった。遺体は金秋山記念宮殿にて永久保存されることが決定しており、そのためにロシアより遺体保存の専門家チームが派遣され、 処置が行われている。同日には、金正恩が、金ン・三記念宮殿を訪れ、遺体と対面したことが報じられた。これが、金正恩の、父、小日死去後の初の同性報道であり、またこの報道で、金正恩の序列が1位になったことが判明した。この日から、葬儀前日の27日まで、金正恩が、 金正日の遺体と対面した回数は5回を数えた。特別放送では12月17日から29日までを哀悼期間と定め、また12月20日から27日まで弔問客を迎えると発表した。哀悼期間中は北朝鮮国内の政府関連機関や企業すべてが弔問活動を行うほか、反旗を掲げることとされた一方、 外国からの追悼団については受け入れないことも発表された。また株や娯楽活動はすべて停止される。12月29日、朝鮮中央通信は哀悼期間中に北朝鮮の延べ2億6000万人が弔意を表したと報道した。北朝鮮の人口は約2400万人とされており、事実であれば1人当たり10回以上弔問した計算になる。 この際、懲役金が国外の北朝鮮人により半ば強制的に集められたことが日本や韓国のマスコミで報じられ、金正恩が返還を支持するに至った。過去の北朝鮮の対応などから、ここで言う、外国には韓国は含まれないものと解釈され、韓国国内では弔問団を派遣するのか否か、議論が巻き起こった。最終的には民間人の弔問は、 近大中元大統領の遺族など一部に限定し、政府による公式弔問は見送ることとなり、これに北朝鮮の祖国平和統一委員会スポークスマンが12月25日に、12月30日には国防委員会が反発する声明を発表するに至った。弔問団そのものについては、百科招待対を提供し、 豪華な料理を振る舞うなど国品級で扱われた。日本政府は12月22日、在日本朝鮮人総連合会の最高幹部が、聴聞のために包丁した場合、北朝鮮に対し行っている、経済制裁の内容に則り、日本への再入国を認めない方針を明らかにした。このため朝鮮総連は最高人民会議大議員で、ある。 巨相万責任副議長を包丁団の団長とすることや、同じく制裁措置により入国が禁じられている万業本号を利用した聴問を断念し、南正介副議長を団長とする約50人の包丁団を派遣した。日本政府が弔意を示さず、また、朝鮮総連の幹部の包丁を事実上禁止したことに対して、2012年1月3日には、 朝鮮中央通信が、野田義彦総理、藤村治官房長官を名指しで批判するに至った。12月19日の特別放送の際に、葬儀委員会のメンバー232人が発表され、その筆頭は、後継者と目されている三男の金正恩であった。実の妹の金恵喜も14位に入っていたが、党などの役職に特についていない長男の金正男。 次男の金製鉄は含まれていなかった。葬儀は英傑式と呼ばれ、12月28日に金州山記念宮殿にて取り行われた。当日は北朝鮮によれば78年ぶりの大雪が降り、気温は氷点下9度であった。当初は28日午前10時開始予定であったが、 前日からの積雪の影響で除雪作業などに時間がかかり午後2時に延期したとされている。北朝鮮国内の国営放送は直前の午後1時48分により中継を開始した。式は1時間行われ、その後金正日の遺体と巨大な写真を載せたリンカーンコンチネンタルのリムジンが金秋山記念宮殿を起点に千里馬通り、 金日清広場、ピョニアン外戦門などピョニアンの中心部を約3時間かけて巡回し、金州山記念宮殿に戻り、金正恩は、党の側近と軍関係者の脇に立ち、長銃が21発発砲された後、旗トライフルを持った兵士たちが、宮殿の広場をガチョウアシ更新するなど、1994年の金日清の国葬と同じコース、形式が取られた。 霊柩車のそばには、キム・ジョン・ウンのほか、張聖卓、金ン・ヒサ・シハル、リエ・シノギなどが付き添っているのが確認されている。沿道には、多くの市民が駆けつけたが、この際、帽子や手袋といった、防寒具を着用しないよう指導されたほか、大学生に対しては、沿道の市民の監視が命じられた。なお、ロイターは、翌29日、 朝鮮中央通信より提供を受け配信した写真のうち一枚に画像加工の可能性があるとして配信先に大使破棄を求めた。金正男の対応金、正日の長男である金正男次男である金正哲は葬儀に参列するか否かが注目された。前述の通り葬儀委員会の名簿には名を連ねず、また葬儀の中継にも登場することはなかった。 金正男は、マカオに滞在中の12月17日に、父、小日死去の方に接し、同日中に、金明の偽名を使った旅券を用いて、北京を迂回したルートで、平ョン,ンへと向かい、小日の遺体と対面した。しかし数日後に、平ョンンを離れ、葬儀には参加しなかった。 12月20日には、香港の中国系日韓紙である、香港商法によって、マサオがマカオの自宅にいないと報じられるなど、一部では、平壌に戻った可能性が指摘されていた一方で、12月19日の公式発表の時点で、小日死去は知らされていなかったとする報道もあるなど、憶測が飛び交った。朝鮮労働党による、 追悼大会は12月29日午前11時前より、平壌の近日清広場にて、約50分間行われた。事前に、大会の開催中は全国民が3分間の、黙祷を捧げるほか、すべての車両と船舶が警笛を鳴らすこととされていた。大会には、約10万人が参列し、金正恩の発言があるか注目されていたが、国営放送による映像では、 肉声は伝えられなかった。追悼演説は、金英南が行い、その中では、金正日の功績を称賛するとともに、金正恩が党と軍、それに、人民の最高指導者であることを宣言し、現状の難局を、金正恩の指導の下で乗り越え、戦軍政治を受け継ぐとした。また他の幹部からも、金正恩への忠誠を誓う言葉が、相次いだ。正午には、 木刀が捧げられた。この追悼大会で死去に伴う一連の儀式は全て終了した。金正日は晩年健康問題を抱えた。2008年8月には脳卒中で倒れ、回復後も左腕には後遺症が残った。このためアメリカや韓国は余命数年と予測していた。また2010年1月には韓国のシンクタンクである 韓国統一研究院が、近正日は2から3年以内に死亡するとの予測をしていた。またこのほか糖尿病や心臓病を患っていたとの報道もなされていた。2010年3月には、アメリカ合衆国国務次官補であったカート・キャンベルが、余命は、あと3年と予測していた。死の1ヶ月ほど前には、北朝鮮当局が、 テキサス大学 MD アンダーソンガンセンターに対して心臓病に関する最新の研究資料を求めていた。特別放送で金正日の死去を報じた前述の女性アナウンサーのリチュニが2011年10月15日付で金正日がピョンヤン市内の施設を視察する姿をテレビで報じ2011年10月19日の 放送を最後に突然出演が全くなくなり、別の男性アナウンサーによる同性報道が続く事態となっていた。特別放送が約60日ぶりでの出演となったことから、この間に金正日に何らかの異常があったのではとの憶測を呼んでいたが、死去報道の後で北朝鮮側が、その後は体調も回復し、12月中も健在であったと伝えた。 金正日の死去直後、熊や鷲、フクロウといった動物がその死を嘆き悲しんだという報道が北朝鮮のメディアによって報道された。2012年1月12日に金正日の銅像や記念塔の建設を行うことが朝鮮中央通信より発表され、金日成と並んで馬にまたがる金正日の銅像が完成。誕生日の2日前である2月14日に 除幕式が行われた。また、金正日の誕生日である2月16日は、公明母施設とされる。2012年2月16日には、金秋山記念宮殿を、金秋山太陽宮殿と解消し、偶像化が進められていった。死後100日にあたる2012年3月25日には、平壌の金日清広場で大規模な、 追悼大会である中央追悼大会が行われた。同日朝に金正恩と朝鮮労働党の幹部が近州山太陽宮殿を訪問した後に行われ、金正恩や金英南、蔡英林、李英光など朝鮮労働党や軍部の幹部らが出席、金正日に大使目頭を捧げた。ひな壇に並んだ、金正恩の発言はなかったが、蔡英林首相は追悼の字の中で、 金正日の功績と遺訓の遵守を訴えた。金正日の生誕70周年の誕生日直前である2012年2月14日には、朝鮮民主主義人民共和国大元帥の称号を追贈され、同年4月11日に開催された第4回党代表社会において永遠の総書記と位置づけられ、同年4月13日に開催された第12期最高人民会議、 第5回会議において永遠の国防委員長と位置づけられた。これにより、後継者の金正恩は新設された最高ポストの朝鮮労働党第1初期と国防委員会第1委員長に就くことになった。この職位の永久欠板化は、先代の金日成の死後に国家主席の職位が永久欠板化されたことを踏襲したものである。 北朝鮮の最高指導者の休止という事態に、周辺各国は対応に追われた。金正日指揮を受け、いわゆる有事のドル買いが行われ韓国ウォンは1時間で0.3%下落。日本円も一時は78円台前半まで値を下げた。東京株式市場は、金正日の死亡が報道されてから、輸出関連の銘柄が売られ、一時は、 前週末比129円安となった。アメリカの投資格付け会社であるスタンダードプアーズは、金正日の死そのもので、韓国国債への格付けに影響は、ほぼないとしたものの、北朝鮮の体制が不安定になれば影響が出ると、示唆している。北朝鮮による、日本人拉致問題を引き起こした、張本人である、金正日が死亡したことにより、 問題解決への前進を期待する声と解決がさらに遠のくという懸念の声の両方が上がった。2012年1月3日の朝鮮中央通信では日本政府は存在しない拉致問題を長年にわたり騒ぎ立てその結果両国の関係は悪化したという論評を報道した。金正日のそっくりさんとして活動した韓国ソウル在住の金英職は 金正日の死を受け引退を考えていると報じられた。2012年2月には日本の雑誌にインタビュー記事が掲載され、北朝鮮より招待されれば行く用意はあると述べている。アメリカで放送されている36区、ロックは金正日の死を受け、2012年1月12日より放送開始の第6シーズンに急遽死去を盛り込んだ。 韓国において、大法院より、利的団体と認定されている、祖国統一反民族連合の南側本部が、金正日の死を悼むメッセージなどが含まれる、スマートフォン向けのアプリケーションを2012年1月3日により、無料配布。これが、国家保安法違反容疑であるとして告発され、配布開始3日後には、韓国警察が捜査に入った。 金正日死去のニュースを装い、不正プログラムが添付されたメールの存在がトレンドマイクロより報告されている。台湾中華電子講師の12月19日のニュース番組でニュースキャスター両る湯が朝鮮の民族衣装を身にまとい、両春姫と名乗ってニュースを報道した。その後、クレームが殺到したため、 中華電子講師は12月20日にニュース番組において謝罪。関係者は処分され、両ル湯は降板。ニュース番組のプロデューサーは他部署へ配置転換。ニュース部主任は油し免職をそれぞれ余儀なくされた。ありがとうございます。